い、さつきです。おとといからですね、声がこんなになってしまって、あんまり声が出ないような感じになっております。声以外は喉が痛いとか熱が出てるとか体調が悪いとかっていうのは全くないので、なんか多分風邪だと思うんですけど、接待をやられてるのかなっていう感じで、ちょっとまだね、あの関東の方は明日あたりに、コロナの緊急事態宣言解除されると思うんですけど、一応ねちょっと周りの方は、まあ、出歩いてる方はね一本いっぱいいるんですけれども、やはりあのこう風邪っぽいとかね、症状が出てる方とかのはこうちょっと敏感になっていると思うので、ちょっと私もあの多分風邪だと思うんですけど、花粉症な感じでもないかなと思うんですよね。私花粉症はないので、花粉症がどういう感じなのかわかんないんですが、結構花粉症って最初風邪のような症状になるとかって言うじゃないですか。なので花粉、もしかしたら花粉なのかもしれないんですけど、ちょっと風邪なのか花粉なのかわからないので、あの多分ね今日とか明日とかゆっくりしていればだんだん良くなってくると思うので、ちょっと誰とも喋らずにちょっと整体をあの休ませてあげようかなと思っております。ちょうどね明日あたりこの辺もあの天気が悪くなりそうなんですよね。なのでちょうどいいかなっていう感じで、家でおとなしくしていようと思います。でちょっと帰り、今エマーズに乗ってあの買い物から帰ってきた感じでございます。これがエマーズでございます。なんかね帰ってきてちょっとクラッチも新しくしたので、のんびりとドライブを楽しんでいるんですが、私の速度、はい、ビッケ、よっこしょ、こんな感じでございます。もうちょっと、まだね、あの、車検から戻ってきてから何もしておりません。来週からねぼちぼちとバスの方が復活するので、そしたらちょっとバスを持ってってですね直していきたいと思います。徐々にこんな今こんな感じで今日の食料でございます。一応ね、マフラーが、もうこれ、寿命なんですよね。でも、ノーマルのマフラーが手に入ったので、丸に戻したいと思います。駐車場に桜の木があるので、結構木3本あります。もう結構もう咲いて咲き始めました。去年の今頃は本当に桜を見る余裕もなかったので、今年はゆっくりと見たいと思います。帰ります。声がこんなので聞き苦しくて申し訳ございませんでした。それでは皆さんさようなら。